ソフィア、パチンコ、ガイア倒産の背後に隠された深い洞察とは？文章皆さん、こんにちは。エッセイストのプロです。今回はタイトルにもある通り、ソフィア、パチンコ、ガイアというキーワードについて、倒産の背後に隠された深い洞察についてお話ししたいと思います。まず、ソフィアとは、私たちが日常的に使っているスマートフォンのアプリの一つです。しかし、このソフィアがなぜ倒産に至ったのか、その真相には驚愕の事実が隠されていました。皆さんは、ソフィアが倒産する前に何か異変に気づいたことはありませんでしたか？実は、ソフィアは、私たちの個人情報を収集し、それを第三者に売り渡していたのです。その事実が明るみに出たことで、多くのユーザーがソフィアを信用しなくなり、結果的に倒産に至ったのです。次に、パチンコというキーワードです。パチンコは、日本独特のギャンブル文化として知られていますが、その裏には一体何が隠されているのでしょうか？実は、パチンコ業界派な賭博行為や闇金融との関係が深く、その裏側では、多くの問題が存在しているのです。パチンコ店の経営者たちは、な賭博行為に手を染め、巨額の利益を得ているのですが、その一方で、多くの人々が破産や依存症に苦しんでいます。このような事実を知ることで、私たちは、パチンコに対する見方を変える必要があるので、はないでしょうか？最後に、ガイアというキーワードです。ガイアとは、地球を指す言葉ですが、その倒産には、一体何が関わっているのでしょうか？実は、私たちが地球環境に与えている影響が、深刻な問題となっているのです。私たちの、無関心や浪費、環境破壊などが地球を追い詰め、ガイア自体が倒産の危機に瀕しているのです。この事実を知ることで、私たちは地球環境への意識を高め、持続可能な社会を築くために行動を起こす必要があるのです。以上、ソフィア、パチンコ、ガイアというキーワードについて、倒産の背後に隠された深い洞察についてお話ししました。皆さんは、これらの事実について、どのように感じましたか？ソフィアの個人情報流出、パチンコ業界の闇、そして地球環境の危機、これらについて、ぜひ皆さんの意見や、コメントをお聞かせください。多くのコメントが寄せられることを期待しています。それでは、引き続き、私たちの社会について考えていきましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。